よせよこせ。はい、どうもアコゴスコスケヨシのよせよこせです。本日も少し体調が優れないためテンションは低めで行かせていただきたいと思います。でちょっとね早送りするとこもあるかもしれないですけどご了承ください。ということで今回はこちらのパーティーですね、貫通パを使ってほしいっていう声と緑の SR エリザベスを使ってほしいっていう声が多くあったのでこちらのパーティーで行っていきたいと思います。で後ろにヘンドリクセンを入れている理由としてはこの特殊戦技で味方は使用スキャースキルの回数分貫通率が 5% 増加する、だから 50% 最大まで増加するということでこのヘンドリクセンを使っていきたいと思います。飯は一応 HP 吸収飯でいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、お願いします。でねこれはねもうあまり考えずにとにかく全体攻撃を打っていくって感じですね。で来た全体攻撃をどんどん打っていきましょう。であれですね、なんだっけ、なんだっけ、必殺減らしか、必殺減らしは重なるまでちょっと待っておきましょう。そんで視聴者の人に教えてもらったんですけどこっちのやつ倒すと僕たちの HP が回復するらしいですね。なんで倒した方がいいっていうのを教えてもらいました。こうしてこうして進んでいきましょう。ちょっと暗ってんですけどね多分大丈夫だと思います。向こう倒せるんで攻撃してこれでいきましょう。 OK、 はい、で僕のやつはまだまだ装備ができてないんでちょっと弱い状態ですね。なんでまあちょっとねもしかしたら負けちゃうよって可能性もあるかもしれないですけど、よし OK、よし、あとは攻撃していきましょう。 HP を回復してて攻撃OK OK、 こうしてこうして、はい、最初はちょっと引き立てたんですけど多分大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、でこんな感じでもう本当にポチ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 してれば
このパーティーを買ってますね。かなり早く終わりました。やっぱり何も考えずにやりましたね。どんどんスキルを使うたびに貫通率も増加してっているので、もうあとはここ攻撃して終わりですね。はい、ありがとうございました。これね、なんかオート周回もできるみたいです、このパテ。なんで皆さん、もしよろしかったらこのパテでオート周回もやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。バイバイ。